けじく塾。はい、どうも、かけじく塾の野村です。弊社の方はですね、数年前から掛け軸の魅力というのを日本の人たちだけではなくて海外の方にも知っていただきたいなということで、いろいろ活動をしてまいりました。で、まあ、ありがたいことに、海外の方からいろいろお問い合わせを頂戴したり、ご相談を頂戴したり、まあ、もしくは注文を受けたりということで、いろいろね、やり取りをさせていただく中で、海外の方がどういうふうに日本の掛け軸のことを考えていらっしゃるのかっていろいろ知ることができまして、まあ、一件一件の注文がね、まあ、それぞれドラマになってて、非常にこう新鮮な気持ちで改めてね、掛け軸の魅力っていうのを気づかされる部分もあって、まあ、非常に感謝しております。で、そんな中、今回はなんとイギリスの方から掛け軸のご注文を頂戴いたしました。いやー、嬉しいですね。まあ、今ねコロナでね、世界中いろいろ大変な時なんですけども、そんな中でも、まあ、掛け軸を買いたいということで弊社の方にご注文いただけたということは本当にありがたいなと、嬉しいなと思っております。で、今回イギリスの方からご注文いただいた掛け軸っていうのがこちらです。はい、こちらの恋の滝登りの掛け軸ですね。昔の中国の言い伝えで、中国に黄河っていう大きい川があるんですけども、その川の上流に龍門っていうすごい急な滝があるんですね。で、鯉がこう泳いでって、その先を登っていったと、ギューって登って、最後登り切った後に龍になったっていう、そういう言い伝えがありまして、これは出世めでたい、すごい立身出世を表すんだっていう風な、そういう風な言い伝えになりまして、昔からこう鯉っていうのは縁起がいいもんだっていう風に考えられてました。で、その言い伝えが日本にも入ってきて、日本でも、ああ、鯉っていうのはすごいめでたいもんなんだ、まあ、縁起がいいもんなんだっていうことで、今の鯉のぼりとか、ああいうふうな風習もこの言い伝えが元になっていると、言われております。なので、子供の日、端午の節句ですね、5月5日に鯉のぼりを飾って、子供、男の子、特に男の子ね、男の子の立身出世を願うっていう、そういう風習になったんですけども、この掛け軸、鯉の滝のぼりの掛け軸も、まあ、全く同じ意味合いで、子供の立身出世を祝うために5月5日の端午の節句に飾られることが多い掛け軸です。私もね、先日、息子がまあおるんですけども、去年の2019年の12月に生まれた子供がおるんですけれども、まあ、初節句ということで、先日5月5日の端午の節句の日に鯉の滝登りの掛け軸を飾って、兜飾りを置いて、お祝いをしました。もうこの兜飾りというのは、男児の男の子の、身を守るという、まあ、鎧とか兜とかね、身を守るという意味合いがあって、まあ、男の子の健康をこう願うために飾られるものなんですけど、まあ、セットでね、この鯉の滝登りの掛け軸と兜飾りっていうのはよく飾られます。まあ、子供もね、すごい喜んでました。はい、まあ、今回のね、イギリスのお客さんが、まあ、そんな日本の風習を知っててご購入されたっていうことはないと思うんですけど、まあ、単純にね、この絵が気に入られてご購入されたんじゃないかなと思うんですけども、この絵のね、どういうところが気に入られたのかっていうのをまた聞いてみたいですね。はい、弊社は全世界対応で掛け軸のご要望というのをお受けしております。掛け軸に関する、こんな掛け軸ないですかとか、いろんな問い合わせございましたら、ぜひぜひ遠慮なしにご相談ください。はい、このチャンネルでは掛け軸に関するさまざまな情報、いろいろなエピソード等々をご紹介させていただいております。面白かったなと思う方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。